サミュエル・パーチャス、48歳の肖像。サミュエル・パーチャスは、イングランドの聖職者で、外国を旅行した人々の報告を何冊も、出版した。パーチャスは、エセックス州サクステッドで、イングランド人用マンの息子として生まれた。1600年に、ケンブリッジ大学のセント・ジョンズ・カレッジを卒業した。1604年に、ジェームズ一世から、 エセックス州イーストウッドにある聖ローレンスと全聖人協会の教区副牧師の地位を与えられた。イーストウッドは当時船便の用地として栄え海の男たちが集まる場所になっていたリーオンシーから2マイルほどの場所であった。パーチャス自身は自分が生まれたエセックスのサクステッドから200マイルもの旅はしたことはなかった。その代わり彼は 航海からイングランドに戻ってきた船乗りたちから話を直接聞き、それを記録した。さらに、そうして集めた話に、リチャード・ハクルドが彼に残した膨大な量の未成理思考を書き加えたが、この思考は後にパーチャースの3作目にして、最後の書籍としてまとめられた。1614年、パーチャースは大主教、ジョージアボット付きのチャプレンとなり、 ロンドンにあるルドゲートの聖マーティン教会の教区牧師になった。彼は神学誌を持っていたが、これは1615年にオックスフォード大学から授与されたものであった。1613年、彼はパーチャスヒズピルグリメージオアリレーションズオブザールドザ・リリジェンス・アブザーベドイン・オール・エイジズプレイセズ・ディスカバードフロム・ザ・クリエーション・アントゥ・ディス・プレゼントを出版した。 この著作で彼はイングランド国教会の観点から神が創造した多様性を外観するという意図のもとに彼が収集した様々な旅行記の小録を提示したがこれらの記録は後に改めて詳しい内容で出版されることになったこの本はたちまち人気を博し1613年からパーチャースが死去した1626年までに4版を 重ねた1625年に、ロンドンで出版されたサミュエル・パーチャスの大作、ハクルータス・ポスチュマス、オア・パーチャス・ヒズ・ピルグリムズの表題詞。パーチャスの2作目の本、パーチャス・ヒズ・ピルグリムはマイケル・コスメス、オア・ザ・イ・ストリエ・オブ・マン、リレーティング・ザ・アンダーズ・オブ・ヒズ・ジェネレーション、バナティス・イン・ヒズ・ディ・ジェネレーション、ナセシティス・オブ・ヒズ・リー・ジェン・ナー・シャンズ、は、1619年に出版された。 1625年、パーチャスは、ハクルータス・ポスチュマス、オア・パーチャス・ヒズ・ピルグリムズを出版したが、これは4巻に及ぶタイブの旅行記の修正であり、リチャード・ハクルトのプリンシパル・ナビゲーションスを継承するものと目され、一部は1616 16年に、没したハクルトの残した趣向に基づくものであった。この作品は、 きちんとした手法で整理されたものではないが、概ね主題によって4巻に分けられている。それぞれ記述されている。1626年に出版された、ピルグリ明治第4版は、ピルグリミッチスの第5巻として、カタログ化されていることもあるが、両者は本質的に別個の作品である。パーチャス自身は両者について、次のように述べている。両者は、兄弟であり、署名も、 性格も特徴もよく似ているが、それでも目的と主題は異なっている。この本は仮物とはいえ、私自身の問題であり、言葉も手法も私自身のものであるが、ピルグリミッチスはそれぞれ別々の著者たちがおり、それぞれがそれぞれの部分で、それぞれの言葉で語っているものに、私が必要な記述を補い、私なりの規則に基づいて整理したものである。 パーチャスは1626年の9月ないし10月に死去したが、一部の記述によれば、没した場所は債務者監獄であり、彼の百科事典的な取り組みにかかった費用によって、経済的にほとんど破綻しかけていたとも言われている。また別の記述によれば、ロンドンの死去であった、キング博士が、パーチャスニルドゲートの聖マーティン教会の教区牧師の地位を与え、 カンタベリー大主教付きのチャプレントし、経済的困難から救ったとされている。さらに、ロンドンへの移住は、パーチャスの研究を拡大させた。彼の業績は、1905年から1907年にかけて、グラスゴーで、ピルグリミッチスの再刊が行われるまで、しばらく再刊されなかった。編集者、編纂者としてのパーチャスは、無分別で、不注意で、 不誠実ですらあったが、彼が収集した情報には大きな価値があり、探検の歴史に関わる重要な疑問点に唯一手がかりを与えてくれる情報源となっている。彼の編集上の判断や彼が過失したコメントは、世界について異文化や道徳についての知識に向けて読者を啓蒙し教育するという彼にとっての基本的な目標から理解することができる。これは、 探検の計画を遂行するために国民を元気づけ、興味を引こうというハクレトにとっての目標とは正反対であった。パーチャスヒズ・ピルグリムズはサミュエル・テイラー・コール・リッチの詩、クーブラ・カーンの着想の源の一つとなった。この詩についてのある評論は次のように述べている。1797年夏、当時健康を害していた詩人は、 ポーロックとリントンの間、サマセットからデボンシャーにかけてのエクスムーアにあった一点屋の農家に引きこもっていた。軽い病気だったため、あのダインが処方され、その効果で彼は椅子に座ったまま眠りについたが、その時に読んでいたのは、パーチャスのピルグリムズにある次のような文章だった。ザナドゥでは、クーブラカーンが壮大な宮殿を作り、16マイルにもまたがる。 及ぶ平坦な壁に囲まれた土地には、豊かな牧草地や、心地よい泉、輝く水の流れがあり、あらゆる種類の猛獣たちやその獲物いて、その中央には、壮麗な快楽の館があった。ありがとうございます。